はい、どうも、ゆきです。今回もドカポンザワルド続きやっていきましょうということで、22週目終わって23週目突入なんですが、やはり気がかりなのは、ドレスが持っているブラックメールの所在ですよね。あぶね、ゾロ目か。さあ、モンスター来ますよ、これ多分。嘘ついた、赤。はい、電車対策、スレイ。出た。見せてくれ、俺に、手本を。めちゃくちゃええやん、もう、叩こう。俺もやろう、これ。一緒に。めちゃくちゃバカにしてて、自分やったらできませんでしたからね。はい。四角、バツ、四角、丸、三角、パーフェクトですよ、俺も。ですわ。裏取られた今。あい。めっちゃむずい、ここの最後の、たたたの裏取るのマジでむずい。バカか、お前。エナルチル、何回で、多分一番出てきてますよ、イベントの中で。ミニゲーム差が強い。てか最近なんかあれしないな、全員のなんかミートウィークのカジノみたいなやつ。みんな一斉のミニゲームやってないよ。寂しいよ、俺は。来た。めちゃくちゃ温めたな、こいつ。これで次のターン俺に発動したらもうほんまおかしいですよ、これ。今まで一週間発動せんかったって俺からしたらもう不思議なくらいやもん。いいんか、それ、ドレス。貯めてたな、ほんまに。今まで発動せんという自信があったってこと？おかしいぞ、それ。あ、ようやく強化いった、こいつ。さあ、ヒエルス来ましたね。ここまで来ると金庫にお金入れる余裕ってやっぱあんまないっすよね。さあ、ここでブラックメール発送したらおかしいよ。絶対おかしい。それマジでずるいよ。そうですね。やっぱ送った初回は絶対にあれしない。ドレス。ドレスだな。お金持ってないんで今こいつ。お金持ってないってことは返されないんで、そこを狙っていきたい。3。お金マス、魔法マス、バカかこれ。おかしいだろ、お前。ここら辺は宝箱で埋め尽くされているが、きついな。そうですよね。帰るとしたら、次3倍に使うか。お金いるな、やっぱり。お金取ろ。いや、悪くない。なんで1倍低いやつとんねん。おかしいだろ。ええよな、他のやつらはこうやって悠々自適にアイテムとかそんなバンバン使えてブラックメール飛んでこんからってな。それはやばい。ウッディアナイズ。これも次のターンに自分しても遅いから。もうブラックメールのトリガーは引かれたよ。これで多分お金1円でも手に入れないと絶対やばい。え？ああ、売るんか。写真売るんか。外じゃ無理そう、こいつ。安っ、写真安っ。群がりますね、これ。ていうか、ちょっと待って。俺、普通になんか購買の
なんかテンポ見せてる。飛ばします。めちゃくちゃ買いましたね、こいつ。ナースは持てる量が多分多いのか、いかんせんなんかパンパンに買ってましたね、なんか。あれもそれもこれもって。デレルーレーンですわ。3倍しっかり。543いいね。あ、ごっつさんやこれ。うま。さっき取られましたからね、こいつ。さあ、こっからですよ。こっから仁義なき戦いが始まる。僕も3倍んで、ここを抜け出したい。ゾロ目来い。惜しい。ゾロ目来いが届きそうやった。さあ下の方から帰っては来れるが、目新しいあれもないですね。モントリオラどんだけ溜まった？やっぱ、溜まらんな。そうですよね。こっちか。あとエリアだけですもんね。戻るか、こっちに。ルチル来い、ルチル。あ、クソ。お、なんか新しい、毛新しい来たぞ、なんか。ウイウイのバッタモンみたいに好きだ。ワンダーゴールド。ゴーストごめん。もう読み方おかしい。絶対ハリーかやろ、お前。このハリークはどうなるか。痛いな。やば。つい回復剤 SP 絶対使わねえか。それかここでレベル上がるか。ほいさ。よし、クリティカルナイス。レベル上がれ、ここで。SP 使いたくないから。ほい。めちゃくちゃくれたな。1万ナムくれたよ。ありがとう。嬉しい。さあ、この仁義なき戦い、どっちが制すのか。先行とたもがちっぽくいいですけどね。お、いった。かわいそう。多分お金っすね。え？え？ 5 万ナム出れたよ。すごいな。お金に目もくれず3倍5つ。さあどうだ。はい、来ましたよ。そんなことやってるから。ブラックメールの対応完璧やな。さあ、すごかったっすね、ミスターの上がりっぷりが。さあ、これ LA 行くな、これ多分。ですね、これ魔法投稿絶対。強っ。全部解放はこれで。さあ、これで多分小ボスが出てくるはずですよ。消防車絶対取りたいな。あ、ここか。いや、めっちゃ不細工やな、ほんまに。わしの手下を倒すとは、貴様。黙れ。許さん、許さんぞ、言うてる。こりゃまずいな。早めに戦わないといけない。
まず一発行こう。まあそうですよね。うわーですよね。前天お休みなんでね。1位、熟練度優先するかアイテム優先か。アイテム行こう。見えるんです。まあいいか、いいか、悪くないな。ドレスは終わりましたね、もうこれで。さあここでしっかりと多分3枚で絶対行く。あ、回復剤か。もう自力やし、多分行きそう、こいつ。普通に普通のルーレットで多分炎洞窟のマス絶対出す、こいつは。5か6ぐらい。3やった。え、いかんかった、こいつ。炎洞窟何があるんや。ガッツやん。この場で叩きてくるのがすごい。いいなぁ。15も上がればやばいなぁ。さあ、立たんか、これ。俺かよ。ビビリはまあまあいいでしょう。使うなよりマシ。じゃあな。なぜ炎の洞窟に入れなかったのか。さよならだよミスター。久しぶりだな、この感覚。よかったな、電子で。ああよかったじゃん。エースちゃんから奪いまくったからな、お前は。もうさあ、ここでちょっと炎の洞窟自力足で行くのかどうするか、ちょっと迷いますね、ほんまに。いけるやん、いけちゃう。くっそ、待てよ、俺が持っとるやつをまず確認しよう。違う、こうか。うわ、マジで迷う。いやでもね、これ鮮度が勝負なんですよ、これ。もう行くか。仕方ねえ。行くしかねえ。来たらもう全力で倒すから。俺ね、一回リセットできるグラドシーンがあるから。そこで行く。回復か。優しいな、1460で休ませてくれるんやから。あかん。はい、電車対策スレイ。さあ、もうブラックメールの打ち合いマジでやめてほしいんやけど、ほんまに。まあでも、ね、多分僕にもブラックメール来ることないと思うんですよ。多分ドレスが1位なんで。打ち毒っすよね。これ、あの、闇劇のね、なんか暗劇か。ネムネム暴発とかマジできつい。あれ見てしまうと、できないもん。通れなか。まあ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 。よし。ミスター来るなよ。お前が一番脅威や。炎の洞窟見ましょうか。赤宝のエリアがありの一方通行であるが、めちゃくちゃ遠いな、これ。まあ臆病も直しつつ行きますか。
魔法マスというよりか相手マスだな。足取れたらでかい。何でもいい。今グイッてきたで、今魔法の鏡に。おかしいだろ。勝ち上がってきたよ。さあここはちぎりたいな。武器やか、盾かな。お、武器強。さあどうなる。ドレス復活ですね次。結構マップ長かったっすよね。3万1個じゃ多分足りないな。でね、ミスターが避けたんがね、ちょっと俺気になるんですよね、マジで。あの、炎の洞窟行けたはずなんですけど、こっちに来ましたからね。何があったんだろう。絶対1打数、あ、じゃあ、初行おやすみ。おやすみ。お、何部屋、もうルチレタ飛ばすぞ、お前も。ドゥンテッテ、ドゥンテッ、ジャンキー、これ買ったら俺20万あるぞ、お前。貯めてたから俺勝つんかよお前。まあいいでしょう、イエスちゃんの金やもん、それ俺の金じゃないもん。さあミスター復活。さあアイテムを落としましたが、まあ買えばいいですからね。しっかりと3枚で追ってはきますね、これ。ただマップが長いんで、多分炎の洞窟来ても僕の魔法の方が多分間に合いますね。やめろ、そりゃやめろ、足らんくなる。飛ばそう。もう死ぬほどは3倍ですわ。やっぱあの AI もあれですね、倍の有用性は分かってますね。さあまだちょっと僕はゆっくり行きたい。6でかい。アイテムマスか。よし、止まろうか。戦うことも大事だからアイテムマス行こう。天使のラッパはまあ言うてやろ。だって一旦でいけるでしょ。ゼニキャッチャーありがとう。絶対使おう、いつか使おう。僕は鏡持ってますんで、わ、ぴょこたんか。教会でも真上で。さあ、エースちゃんどうする。ビッグフットギブアップ、何それ。脅威といえばまずミスターだけか、やっぱり。ざまみろせね。え？え？こんなことある？お金がねえんか？なんだ？ UFO か？お前ふざけるな、お前もう。お前ずるいぞ、お前同じ緑やからって。またパラメータバッタくるやん。実験失敗やけどパラメータ上がってましたもんね、あれ。何なんだろう、あれ。さあ、ミスター来ますよ、これ。もうミスター来た瞬間も俺もう速攻打つから。あ、ロッククリできるんだ。ちゃうかった、ワープマス。え、どういうこと。え、何？怖い。どういうこと。絶対おかしいでしょ、これ。よし、治ったー。
いい数字出てますね。また枯れますとか、ちょ待ってこれ、俺戦いたいね。ちょっと待ってよ。データ、あとどれくらい上がる？ネクスト4万。バカ野郎。怒られる、怒られる、めっちゃ。ブー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 って。お、5万、でかい。よし。週間終了ですね。皆さん、どうしたのかな、これ。ミスターがね、炎の洞窟避けましたよね。ドレスはバキバキやな、ほんまに。なんで避けたんだろう。ちょっとよくわかんないですけどね。あんだけ3万円買い付けてロシア入りに飛ぶメリットって何なんだろう。集金マスの回収かレベル上げか、多分なんかあるんでしょうね、理由が。はい。というわけで23周目ご視聴ありがとうございました。まあ、炎の洞窟行って、タタンカですよね。多分それが強いのか。結構、道入りも強かったですからね。なんで今の状態では勝てないから、ロシア入れに向かったのか。ちょっとそこは精査したいですね。はい。それでは、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい。まあ、ブラックメールの処理はもう完璧ですよね、僕。で、コンピューターがね、やっぱアイテムマスとか止まるから、その分一旦ラグできるから、そこは多分あれですよね。必勝法制ね。出なければブラックメール一生いたちごっこなんですけど、蚊帳の外の二人がね、ブイブイ動くのがね、ちょっと気に入らんすね、やっぱり。きつい。